多少ですね、ホチキスでここを留めます。でこれはもう仮定ですから、はい、あの要するにここにノコギリを今入れないけどノコギリを入れて、はい、ここにぴったり入れたと仮定します。実際は春に行う作業だからってことですね。そうです。はい、これ獅子頭の取り木。矢島遠流取り木術ですかね、うん、この下はもう削った状態でってことですか。そう、あ、削ってない、ノコギリを入れるだけ。え、あ、ここの白い部分に。そう、あ、下は削らないんですね。削んない。いわゆる取り木って一般的には、うん、だからほら、ね、さっきも言ったようにそのなるべく傷を少なく。なるほど。ノコギリで一旦削ってノコギリでこうジグジグ削るでしょ、はい、削るとここがあの凹凸に なりますでしょ、はい、その中にこれを差し込めばいいだけだ。これをっていうのは、このビニールをファイルの、あ、差し込むんですね。ええ、中に、ええ、それだけ。白い線の幅は何ミリぐらい。だからノコギリの幅ぐらい、うん、ノコギリのこの幅これぐらい、うん、太さ1ミリないぐらい、うん、1ミリ、1ミリぐらいかな。だから聞いたことないやり方法ですね。そうかもね。そうなんですか。どうなんですか。僕が知らないだけ。いわゆるね、仕事の人は、これ教えた人は何人かやってるね。ここのところが水の毛がその削ったノコギリの刃を入れたところに密着するようにね、こう押し込んでやる。密着するように、うん、押し込んでやる。だからモミジだって何だってできる方法ですか。この方法はモミジ、カエデもどうですね、うん、カエデも、これからこういうことを覚えちゃうとこの方法っていうのはすごく有効になってくるかもしれない。この間に挟んでるのはなんかあれですか、プラスチックのうん、物であれば何でもいいですかね。ファイルの切ったりとか、うん、できればファイルぐらいが一番いいよね。でこれほら間こう入れるでしょ、はいはい、入れるとね、取り木外す時には、はい、もう両方からあのカルスがこう来て取れ、なかなか取りにくくなるよ。これをこれでいいだけ、ね、巻くと。これがね、コンマ8ミリなの。8ミリ、うん、あの、ニウム線でね、コンマ8ミリなの、うん、こう細いでしょ。ここもあの、なるべく水の毛を密にギュッと、まあ、そんなにギュッとやることはないんですけど、うん、ほどほどにギュッと。この取り木の方法でやると、うん、粘りが、うん、まあ、横に出るから、うん、これで外した後の粘りが横に出るでしょ、うんうん、で、ここビニールありますよね、はい、ビニールのところ突き当たると性質上、下に行くんですよ、今度。はいはいはい、下に、上に、まれに上こうなっちゃうのもあるけど、うんうん、大概下に行く。こう行ってこうなるから、植え付けするのにすごく楽なんです、うん、後々ね、外して植え付けすることがあるじゃないですか、はい、その時に楽なんで、獅子頭なんかはその根がポロっていっちゃってなかなか取れないっていう、そういう声を聞くからこれでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、これで出来上がるんです。これで僕ちょっと疑問いいですか、はい、ここの真ん中のところに入れてるじゃないですか、うん、輪のやつ、うん、上から必ず根が出るんですか。そうです。下から出ない。下から出ない。はあ、その境はノコギリで切断してありますから、ノコギリで切るのは形成層よりちょっと下
ちょっとぐらいまで葉を入れる、はい、上から必ず出てくる。まあよくね、上から出てきますけどね、うん、取り木とか下からは出ないですよ。あ、壁に当たって根は下に行くと、うん、はい、そうです。だから取り木外した時に楽、うん、という技です。こうなってこの上にこう根っこがこう来て、でここに水ごけビニールテープ、ビニールの太くから出た根はこう来て、ここに当たると下へ行く、下に行く、うん、こう下に行く、うん、こういう感じ。なるほど。この取り木の方法が使えるのは、うん、だからもう何でもできるってことですか。何でもできますよ。ただ小白はまだやったことない。まあまあまあ、そうですよね、うん、このままどのぐらい維持するのかっていう、うん、春先の、うん、2月の下旬から3月の上旬にかけてこの作業するでしょ、はいはい、6月にまあ一部取れます。7月、9月までには全部取れるでしょ。あ、9月までに取れる。それでね、できることだったらここに時々ね、ナイフかハサミを入れてほしい。っていうのはこっから出た根が下行くでしょ、はいはい、下行ってこっちの根にあんまりついちゃうと、はいはい、そっから伸びちゃうのよ、根が。だからそれを切ってやった方がいいんじゃないかなと思う。ハサミっていうのはこの土とこの水苔の間にハサミを入れて切っていく。そうそうそう。これの方がいいような気する。なるほどね。これ世界初公開だと思いますか。YouTube でやったことない。俺いろんな人にこう言ってるよ。本当ですか。多分動画では世界初公開だと思いますので。面白いでしょ。ぜひお試しください。だからあそこに並んでるやつはみんなこうやってやってるんですか。うん、そういうふうにするつもり。つもり？うん。ああ、今からやるやつは、うん、そうですね。それでね、一時ね、この方法を忘れちゃったことあるんだよ、自分で教えといて。なるほど。舞姫とかああいうのはね、はい、普通の取り木でやっちゃってるの。あ、そうなんです。うん、これから、解いて忘れちゃうんだな。この間、静岡の方行ってさ、なんだこれは矢島さんに教わった方法じゃんって言われてさ、あ、そういえばそうだね。今年心拍だけで飾った人いるでしょ。うん、あ、いました、いました。全部心拍だ。全部心拍。うん。これも初めて見た。あの人心拍この方法で撮ってる。心拍もできるんだ。うん。あの人に教えといて忘れるっていうのは、俺矢島さんに教わった。ちょっとやってみます僕も。これは何使ってますか、この上の。これは、ね、土のほら、あ、袋の、ね、透明のところを、なんで透明のところをやるかっていうと、その根が見えるから、うん、カップでもいいんですよね、だからこういうやつで。うん、それでもいいけど、見えないでしょ。見えないです。見えないと妙な違ってくる。うん、どのぐらい根が出てるのかとかそういうのを発見。で今回は新しい、取り木の方法ということでして、はい、ありがとうございました。はい、あ、いいか。これですね、獅子頭。うん、そう。綺麗ですね。うん、こういう方だと抜群にいいよね。葉も小さいし。獅子頭も1年後。あ、1年あと、うん、何からの1年あとですか、ね、そこにほら獅子頭あるでしょ、はい、今取引かけた、はいはい、それの1年あとこれから作るんだけど、はい、1年あとに仕込んだ。あ、じゃあこれもみんな取引。そうです。こういうとこで、うん、あ、いずれするんですけどね。なるほど。これ切ったのはいつなんですか。最近。最近ですか、うん、あ、でこうやって芽を残して週末以降だよね。まあ、大量にあるので、うん、皆様ぜひご購入くださいと。そうです。何本ぐらい取るんですか。一つの木から2回ぐらい取れるんだろうな。取れそうですよね、うん、一番下も使えそうだし、うん、本当はね、山もみじと こういう獅子頭もそうなんだけど、山もみじのついたところで木を作ってやるとものすごくいい響きで、上を取り木かけて取るでしょ、はい、でその後、これ獅子頭なんだよ。そうですね、うん、でこれで作っていくの、うんうんうん、そうするとこっち山もみじだ。下山もみじなんですか。うん、下山もみじだからさ、これで作っておいて下で取り木かけるとこの山もみじの根で獅子頭ができるから、よくできる。ああ、そうなんだ。うん、複雑ですねこれは。谷さんに続いてもらって情報を膨大すぎて情報量が。